鬼。古来日本の歴史の中で語り継がれる怪物鬼。そんな鬼は角が生えていたり、尋常ならざる牙を生やしたり、ものすごい腕力があるなど、人ならざる人知を超えた存在として語られてきました。歴史の中にも鬼にまつわる伝承が数多くあります。悪鬼として人々に災いをもたらす鬼や、天皇家と密接な関わりを持つ鬼など、興味の尽きない存在です。こんにちは、藤吉田です。今回はそんな鬼にまつわる伝承をいくつかご紹介し、鬼とは一体何なのかということに迫ろうと思います。ぜひ最後までご視聴お願いします。もちろん当チャンネルでの見解ですので、一説のエンターテイメントとしてお楽しみください。それでは行ってみましょう。神楽丸が封じた東北の鬼、津軽の結界北斗七星。田村麻呂は平安時代の初期に、天皇の命令で東北に住む末路わぬ人々、つまり大和朝廷に従わない部族を討伐すべく東北に送り込まれた武将です。東北の英雄アペルイとの戦いは東北では伝説になっています。そんな東北、青森県津軽地方にある坂の上の田村麻呂による創建伝説や環状伝説を持つ7つの神社を結ぶと、大地に巨大な北斗七星のデザインが浮かび上がるといいます。その神社とは、横内妙見堂青森市、浪岡八幡宮青森市、猿ヶ神社宮平川市、高岡熊宮弘前市、百沢岩木山弘前市、既存市毘沙門堂西目屋村、入井毘沙門堂弘前市。これをある順番通りに線でつなぐと、ピタリと北斗七星の形になります。ただしその大きさが尋常ではありません。何しろ東西約2キロにもわたる巨大な北斗七星なのです。それにしても田村麻呂はなぜそのようなことをしたのでしょうか。このことにある郷土史家は興味深い指摘をしています。鬼神の王侯山内奥州に官兵5万8千を率いた田村麻呂が来て、津軽には7社を建立して武器を伏せ、将軍がいますが如くの秘宝を残したというのです。つまり北斗七星の形の7つの社は、東北で横行する鬼神を鎮めるために、田村麻呂が大地に施した封印の結界だというのです。7社のうち、既存市毘沙門堂と入井毘沙門堂に注目してください。どちらも毘沙門天を祀る社ですが、この神は須弥山の北方世界を守護し、財宝を守る神と言われています。また猿ヶ神社宮が祀る神社大将の本体はやはり毘沙門天だとされていますし、さらに横内妙見堂は津軽では毘沙門天と集合している神なのです。それだけではありません。そもそも坂の上の田村麻呂自体、毘沙門天の化身と呼ばれる武将だったのです。こうして見ると、津軽の北斗七星は毘沙門天である坂の上の田村麻呂によって、大地に毘沙門天の法力による結界を張ったものということができます。それは末路わぬ民として中央大和を悩ませ続けた東北に対する呪術による封印の証拠だったのではないでしょうか。日本の鬼伝説の正体、大江山に住んだ鬼、酒呑童子。酒呑童子は丹波国の大江山、あるいは京都と丹波国の国境の老いの坂に住んでいた鬼です。玉物前の白面金毛九尾の狐、大天狗と化した崇徳天皇と並んで日本三大悪妖怪とも言われています。この酒呑童子が京の都で悪事を重ねたために、
源頼光によって退治されたというのが有名な大江山の物語です。それによると酒呑童子は茨城童子などたくさんの鬼を従えた頭領で、大江山を拠点に都に出没し姫君を誘拐したり生きたまま食らったりしていたといいます。あまりの悪行ぶりに帝は源頼光や渡辺の綱に命じ、討伐隊が結成されます。大江山へ乗り込んだ源頼光らは人弁気毒酒という酒をこっそり飲ませ、全身を動かないようにした上で首をはねました。その後意気揚々と首を持って都へ戻ろうとしましたが、老いの坂に差し掛かった時、道端の自走村から不浄なものを京に持ち込むなと忠告を受けます。不思議なことにその場から首が動かなくなってしまったため、仕方なくそこに首を埋めました。ちなみにおとぎ草子という寓話集によれば、酒呑童子は伊吹大明神と玉姫御前の間に生まれた子で、比叡山で修行をしていましたが、3歳の頃から大酒飲みだったといいます。そのため最澄に比叡山を追われ、一時的に八瀬の西北にある鬼が住むという洞窟に身を隠したといいます。八瀬の童子の暮らす八瀬には今でもこの時に酒呑童子が隠れたというホラー穴が残されています。八瀬の童子とは、伝説では最澄が使役した鬼の子孫とされ、村落共同体の人々を指すとも言われています。八瀬の童子については次の章で詳しくお話しします。しかし八瀬に伝わる文書では、彼らの先祖は鬼であっても角のない鬼で、大江山の鬼とは関係がないとしています。実はこうした鬼あるいは鬼の子孫の話は日本中にあって、実際には末路は忍民と呼ばれる日本列島の先住民や反政府の人々を指して鬼と呼んでいたと思われます。神話に登場する土蜘蛛も同じで、各地の鬼伝説や妖怪譚にはこうした闇の歴史も隠されているのです。外里に自由に出入りした鬼たち、鬼の子孫がいた。八瀬の童子、八瀬の童子は猪瀬直樹の著書「天皇の影帽子」で紹介され、天皇の棺を担ぐ者として広く知られるようになった人々です。彼らは山城国の八瀬郷、現在の京都府京都市八瀬を居住地とし、室町時代から天皇の輿を担ぐ者として奉仕していました。民族学者の柳田邦夫は著書で、もともとは比叡山の開祖である最澄によって延暦寺の雑役として使われた鬼の子孫だったと報告しています。童子というのは、彼らが成人の印の髷を結わず髪を垂らした子供の姿をしていたためだそうです。天皇に近づいたきっかけは、1336年に後醍醐天皇が比叡山に逃れた時、逃亡する天皇の輿を担ぎ弓矢を手に護衛したことにあることがきっかけです。この功績で後醍醐天皇から密か役を免除する臨時を受け、輿を担ぐ者として天皇や上皇の行幸葬送の際に輿を担ぐようになったのです。しかし彼らは後醍醐天皇以降全ての天皇の棺を担ぎ続けてきたわけではありません。江戸時代にはこの習慣は断絶しており、復活したのは大正元年1912年の明治天皇の大喪の礼においてでした。この時も陸軍と海軍がどちらの儀仗兵に明治天皇の棺を担がせるかで争い、結論が出せなかったので仕方なく朝廷案として八瀬の童子が棺を担ぐという慣習を復活させたのだそうです。これが大正天皇の大喪の礼においてもそのまま続けられたそうです。ただ平成元年1989年の昭和天皇の大喪の礼では、またしても彼らの仕事は途切れてしまいます。八瀬の童子会からは宮内庁に対して旧礼に倣って輿火の塔を担がせるようにという要請があったものの、
宮内庁は警備上の理由でこれを拒否したからなのです。昭和天皇の棺は皇宮護衛官が古式の装束で担ぐことになり、痩せの同時会からはわずか6名の代表者が付き従うということで決着したのです。しかしこうした長い歴史の中で、痩せの同時という鬼の子孫とされる者たちが現代でも皇族に関わっていると考えると不思議ですね。水戸光圀は鬼の封印を解こうとしていた。黄門様で知られる水戸光圀、1664年の3月、その光圀は鹿島神宮に参拝し、要石を掘り出そうとしたといいます。その要石というのは、地中から少しだけ頭を出している巨石で、鹿島神宮のそれは巨大なナマズの頭を押さえつけ、地震が起こるのを防いでいるという言い伝えがありました。ちなみに要石を打ち下ろしたのは鹿島神宮の祭神である武三日月です。武三日月は北の鬼に睨みを利かせている神とされています。だから要石はこの東北の鬼を押さえつけていることになります。つまり光圀は東北の鬼を解き放とうとしたと考えられています。水戸光圀の真意は分かりません。ただし7日7番掘っても石は全貌を表さず、怪我人が続出したこともあって、ついに作業は中止になったといいます。光圀はこの結果に不満を覚えたのか、やがて海風丸という大型船を建造し、北方探検を企てます。自らも陣頭指揮を取るつもりでしたが、家臣にいさめられて水戸に残り、船は3年分の食料と5人の船員と共に北へと旅立っていきました。この時海風丸はアイヌの人々と交易を行ったほか、特に義経北方寄港の可能性を探っています。しかし鬼の封印を解こうとした光圀が本当に調べたかったものは一体何だったのでしょうか。いかがでしたでしょうか。鬼伝説はこうして時の政権の力の及ばない地域や逆らう人々を伝承に残したことで生まれたものとされることが多いです。また天皇に味方した鬼など謎多い不思議な存在です。真実はどうなのでしょうか。角の生えた風貌の鬼伝承は全国各地にあります。鬼と呼ばれただけの人間なのか、それとも本当に人間ではない存在なのか、それが想像できるのが歴史の面白いところです。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良かったら、いいねボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。